さん、見投げされるのかい。なんだと。わし、見投げをあっち、わしなの。酒を持ってきた。猿酒か。相も変わらず辛い酒だ。だがこれが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。
いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に、悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。おお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。しもうた。すぐそこにおったのに。お主。うん。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちに、すっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば、父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ、決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さて、この先はなんとも濃い霧の森よ。あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。ああ、霧の奥であの調べが呼んでおる。敵を撃ってはくれまいか。
物敵だと。そうじゃ。あれはこの先の村人たちをまやかすため幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。ハイジか。古い建物でな。もし扉が閉ざされていても2階に穴が開いているはずじゃ。なあ、あれのこもる廃寺は古い建物でな。もし扉が